わっ、な、ダンボールダンボール。なんか、謎のメモ。もう見えない。このメモすらも見えない。あ、ほんとだ、メモあるわ。これ見えない文字が。うわー、いや、俺も読めない、これは。あ、これはお前も読めないのね。なんかめっちゃ待って、なんか外にいない？え、なんか外にいるよ！なんか浮いてら！お、待って、俺、恐怖、これ、え？なんか道できてるわ。え？普通に。あ、ほんとだ。え、やばい、でも血が見えるよ。血が見える。血が見える。こんにちは。雲！こんにち。雲。雲？どこ？ここ。ほんとだ。これ、ヒーローになる感じじゃない？刺されて。やめなさい。え、てかここじゃないの？もうさっきの浮遊霊。うわあ！いるいるいる！え、来るかも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 。ちょ、行ってみ？お前がいなくなる！なんかいたね。あ、うわあ！ペイント？どこ行った？え？わかんない。どこ行ったの？わかんない、教室にいる。教室？変な顔と笑い声が。あ、いた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 。笑い声が聞こえて。一人だけ連れてかれるんだ。女の子みたいにキャーって言っちゃったもん。ちょ、あんた私にろうそく渡しなさいよ、MC あげるから。なんでな、いらんいらんいらん。いらんわ。渡しなさいって。いらんわ。いや、ちょ、ほんとに。いらんわよ。いらんわよ、いらんわよ。ちょ、動画、動画とか言うの。あ、マッチがある、マッチ。ナイスナイス、ちょうだいちょうだいちょうだい。絶対あげない。なんで？絶対あげないから。あ、またあるよ、ほら。文字書いてある。何？今日でおしまい。今日でおしまい。あ、何もない。あ、ろうそく。あ、ろうそく。あ、あ、マジ汗やばい。あ、すごい汗やばい。こっちの部屋行きましょう。本当に汗やばい。開けるわよ。ちょっと待って、待ち待ちなさい。あ、ピアノ。ああ、音楽室。待って待って待って、近寄るな近寄るな近寄るな、って書いてある。ちょっと入れて入れて入れました。なんでそんなことする。待って待って、タキレンタロウいる？タキレンタロウ。タキレンタロウって待って、目動いてない？嘘だよ。え、動いてる。え、まばたきして。めっちゃ動いてる。ドライアイじゃん。おい。どれに近寄るのなんだろう。いや、全部じゃん。うわあ！ちょ、もう一回やってみ。いないよ、ベントベン。じゃ、バッハバッハ。ダメダメ、クリックしてもいい。あ、あれ音鳴らない？消えた。え、全然鳴らない。全然鳴らない。お前、偉人たちを、どんどん。偉人たちどん、消してる。お前、全部消し、あ。何も起きねえよ。偉人ども。偉人ども。長谷川番長。あ、ろうそく。え？うわあ、あ、すごいすごい、疲れてる。うわあ、疲れ、あ、気持ちよさそう。あ、すごいすごい、気持ちいい。気持ちよくない、全然。なんで気持ちいいと思うの。俺ろうそく持ってるよ。いいぜ、俺にも2本あるから。ちょ、食材マッチ見つけりゃ俺の勝ちじゃ。食材渡せって、俺にあるって。もう1個、交代しようって。交代とかいるの。じゃあ、分かった、あげる。お前、ほんとに、震えろよ、ほんとに。怖いから。えぇ、なに？え？え？おい、ちょ、早い。どこ。ちょ、早すぎ。え、全然わかんないじゃん。ほらな。どこ、うわっ！だろ。え？後ろ。アビアン、え？殴った？殴ってないよ。え？ダメージ食らったんだけど。俺もたまに、なんか窓に近づいてダメージ食らった。あ、そうなんだ。ほらな？行ったろ？わかった。悪かったろ。本当に悪かったから返して。え、なんで。こんにちは。うわぁ、錬成人、錬成人。うわ、錬成人だ。人体錬成ダメだよ。いいよ、入って。俺が、ちゃんと、母さんを
母さんを。お前体持ってかれるぞ、体ごと。大丈夫、俺が魂をあのロッカーに書いてあるから。やば、お前意外離れないようにしないとね。意外となんもないんだもん。ちょ、すぐどっか行くなあのブス。あのブス聞こえてる。聞こえてるわよ。あれ、あ、フラスコ。どこ、フラスコ見して。あ、ほんとだ、フラスコ。こんな場所にあっていいものじゃない。ただのフラスコ。なんかこれ位置に関係ある、もしかして。うーん、でもこれね、多分赤い文字4文字のやつを持ってきてってことだから、うん、いや、なんだろう、なんかの本。結局そっか、これ文なのか。文が4つあって、何かを持ってきてってことね。鉛筆を持ってきてじゃないの。でも鉛筆を持ってきたじゃん。鉛筆で右クリックしました、私は。そしたらなんか喋り出した、急に。俺は聞こえなかったけど。じゃあフラスコ、霊感性あんたしか。フラスコの可能性もある、ね、あ、フラスコの可能性もある。謎解かずもう4文字で4文字で当てに行くという。うわー、図書室。これは図書室。はい、なんかあれだね、こういう図書室は結構青年少年少女たちが青春を謳歌してそう。あ、なんかある。上靴だ。上靴派？上履き派？上履き派だった。おー、一緒。よも一緒。なに？ウェイ。なんか重いものでも重い。お前。ここはそれだけ？迷路。まだ先がある。迷路なの？あ！なんか書いてある。もちもちだ。殺す？バーカ。ほんとじゃん。は？何？切れるな。やっちゃう？やっちゃう？やっちゃいます？何がバカだって？ペイントはバカだけど。戻ったら、え？おい。小学校の頃さ、うん。上履きに画鋲とか入れられた？え？そんな、そんなガチないじめはなかった、ね。ああ、そっか。上履きを隠されたことあったけど。ああ、そっか。七色の長い髪を急に余裕ぶる。あ、これ同じ部屋だ。 じゃあどこ、上靴じゃね。これもう行き止まった。いや、もう終わったね。終わったな。上靴、フラスコ。あ、開けたんです、すいません。めっちゃびっくりした。ペンコ無理。私これ渡してみる、とりあえず鉛筆渡してみるか。あ、鉛筆やっていいよ。もうトラウマよ、あのあれびっくりするわ。あなたは話しかけることができませんって言われる。じゃあちょうだい鉛筆。持ってきてくれましたか。違うみたいだな。ちょっと待って、違う。もう一度話を聞いて、手に持っているアイテムを渡す。やばい、なんか間違ってたら大変パターンかもしれん、これ。4列目にさ、句読点あるやん。あるね。句読点で4文字でしょ？ええ。俺、話、声聞けないね。話せや。やめて、やめて、南中に喧嘩売るの。何？本当に。何？本当に。人選ぶタイプなの、あなた。じゃあ渡してみるか。何かしら。本当に渡すな。上靴本当っぽいから、ちょっと先鉛筆やってみよう。なんでね。外れ目やるのかい。いざ。これではありませんね。はぁ、だっけ。かよ。なんか喋ってるやん。あなた持っていたものを捨てた。捨てちゃった。バカじゃん。捨てちゃうんだ。へぇー。なんで捨てちゃったの？わかんない。とりあえずじゃあ全部渡しちゃう？消去法でやっていいの？だって、謎わかんなくね？謎わかんないけど。もう一回探索でも、ろうそくがないんだよ。あれかな？あれはあれ、何？壁に書かれた字とか。はい。あったやん。4つぐらい。あったね。でもそんな長文じゃないか。
一文字バーカとかでしょ。バーカとなんだっけ、呪い殺すみたいな。え、呪い殺すだ、え、それじゃね。最初ちょっともう一回探す。分かったわ、行きましょう。あのろうそく無駄かしら。ちょ、ろうそくがちょっとほんとだいぶ少なくなってきた。あ、これじゃん、苦しめ呪われろ。苦しめ、あ、そうだ、呪われろ、ほんとだ、一番下だね、これ。く、下が、下がくだね、これ。下がくだから、なに、え、下がく、上靴、上靴、フラスコ、え、ろうそく、天才か、お前。え、でもさ、バーカーは、バーカーは3文字のとこじゃね、伸ばしてるな。 なんとかーくじゃない、なんとかーくだね。ちょ、もう一回見に行くか。なんとかーくなんてアイテムないな。消えた？あ、何？え、なんか、なんか白い、なんか白いの動いてる。何これ？これペイントなんじゃないか？